体毛事情。脱毛しているジャニーズ8選。衝撃の V も公開。昔は脱毛をするのは女性のイメージでしたが、現代は男性も脱毛をする時代になってきていて、男性用の脱毛サロンもたくさんありますよね。表舞台に出るジャニーズの皆さんはどうなのでしょうか。体毛の濃い印象がありませんが、ジャニーズも脱毛しているのか。今回は8人の方の脱毛事情を紹介していきたいと思います。脱毛しているジャニーズ8選、衝撃の V も公開。それでは早速、ジャニーズの脱毛している8名を紹介していきます。菊池風磨、セクシーゾーン。テレビで見ない日はないくらい幅広く活躍されている菊池風磨さんですが、脱毛についてテレビやラジオにて語っていたことがあります。菊池さんはヒゲ以外は全身脱毛をしているそうです。脇やすね毛はもちろん VIO も処理されています。菊池さんが脱毛を始めたきっかけは、プライベートでも仲が良いスノーマンの渡辺翔太さんで、脱毛をしていた渡辺さんから脱毛について熱弁され、菊池さんはそんなにいいならやってみようかなと思い始めたそうです。全身の脱毛が終わった後の肌の気持ちよさに驚いたんだとか。綺麗好きの菊池さんは部屋に体毛が落ちているのが嫌だったようで、脱毛してから体毛が落ちていないのが嬉しいと語っていました。2022年9月のミュージカルでボクサー役に抜擢され、上半身裸姿を披露しましたが、脇やすねなど体毛は全くなく綺麗でした。渡辺翔太、スノーマン。ジャニーズきっての美容マニアの渡辺翔太さんはブームになる前から脱毛をしていました。処理した部分はヒゲも含め全身脱毛をしているとバラエティ番組で語っていました。どこまで脱毛してる？と尋ねられた時にピー音が入りましたが、 VIO も処理されていることを赤裸々に告白。 MC の方々がそこまで言って大丈夫なの？というのに対して、どんどん言っていこうかなとオープンに公表していました。脱毛をここまでオープンに語っているところを見て、男性脱毛の先駆者だったのではないかなと感じました。千賀健人、キスマイフット2。ツヤツヤお肌を誇る美容男子の千賀さん。美容マニアで多数の化粧水を使い分けたり、美容サロンなどにも通っており、お肌にとても気を使っているので、脱毛をしているのか気になりますよね。オールナイトニッポンで全身脱毛したいと2019年のラジオで話しており、新型コロナウイルスが発生する前に3回施術をしましたが、新型コロナウイルスが流行してしまったため行けなくなってしまったそうです。その後脱毛に再度通い始めたと話しています。脱毛が完了した話はまだありませんが、全身脱毛されていることと思います。玉森裕太、キスマイフット2。ドラマや映画など活躍されている玉森さんは色白でお肌がとても綺麗ですよね。以前出演したテレビで美容代が月10万ほどかかっていると語っていました。脱毛のことについても番組で話しており、玉森さんが30歳になったらヒゲを生やしたかったそうですが、30歳を迎えて生やそうと思ったら脱毛していたので生えないことに気づいたそうです。なんて可愛いエピソードなんでしょう。まさかのエピソードでびっくりですね。生やしたいと思ってたのにいつの間にか脱毛しているのはちょっと玉森さんっぽいなと感じました。他の部位の脱毛について話していませんでしたが、ファンの間では全身済ませているのではと憶測が飛び交っているようです。大橋和也、
なにわ男子。ハスキーボイスで美声の大橋さんは、出演しているまだアプデしてないの？の美容についての放送回で脱毛について話していました。近年男子高校生はムダ毛を処理する人が増えているそうですが、なにわ男子も5人が脱毛をしています。大橋さんは特に細かく話しており、 VIO 以外の部位を1回脱毛したようです。脱毛は相当痛かったらしく、施術中は叫びながら歌って耐えていたんだとか。雑誌などで腕毛や脇毛が見える写真もあるので、現在脱毛に通っているかは不明です。腕毛などは目を凝らさないと見えないので、大橋さんはもともと体毛が薄いようですね。伊能圭、平成ジャンプ。色白で可愛い伊能さんは平成ジャンプの中で一番色白で、あまり毛深いイメージがないですよね。伊能さんは過去にレギュラー出演していたメレンゲの気持ちで脱毛について語っていました。以前ドラマの撮影で女子高校生の制服を着なければいけない仕事があり、最初は足の毛を剃っていましたが、面倒になったのがきっかけで脱毛したそうです。脱毛サロンの方から施術部位を聞かれた時に、伊能さんは全身お願いしますと伝え、 VIO 毛の形はどうされますかと尋ねられた時に、流行っている形でお願いしますと伝えたらツルツルになったそうです。ファンからは驚きの声が上がりましたが、デザインを聞かれた時に流行っているのでという返しが面白かったというファンも多かったです。私もこれを見た時は伊能さんっぽくて面白いなって笑ってしまいました。佐久間大介、スノーマン。佐久間さんも色白で肌がとても綺麗ですよね。ラジオで自身の脱毛について話をしたことがあります。部位は明確に公表していませんが、部分的に脱毛をしているようです。ファンの方々の考察だと、足と腕をしているのではないかと言われています。撮影やライブなど素肌が出ることも多いですし、アップの写真も撮影するので、ファンの方も気づかれたのかもしれませんね。実際の部位は分かりませんでしたが、ヒゲもなくとても綺麗なお肌なので、もともと薄かったのでしょうか。藤ヶ谷太輔、キスマイフット2。脱毛サロン銀座カラーの広告塔を務めていた藤ヶ谷さんです。なのでご自身も脱毛をされているのでしょうか。千賀さんが全身脱毛したいと話していた際に、一緒に収録をしていた藤ヶ谷さんは、下はやっていないと話していたので、部分的に脱毛をしているようです。ですが、脱毛の部位については発表されていません。雑誌やテレビなどで見ると、腕毛やすね毛などはなく、ツルツルのように感じます。脇はうっすらありますが、一般男性に比べると少なく感じます。ヒゲはドラマの役で生やしていたこともあったので、脱毛はしていなさそうです。まとめ、8人の脱毛事情について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。全身脱毛している方もいれば、部分的に脱毛している方など様々でしたね。ジャニーズはアイドルとしてのアップの写真撮影などもあるので、脱毛している方が多いのかなと感じました。美意識の高さを見習いたいですね。